あきおさん、今日さ、あの杉谷さんにさ、杉谷さんと会った瞬間にさ、え、りょうやんって言われた。え、りょうに似てるって言われませんって言われて、え、りょうですよって言ったら、いや、渡辺りょうって言われた。あ、言われますって言って、え、りょうかと思ったとか言われた俺。え、りょうが目の前、なんでりょうこんなとこにおんのと思ったらって。渡辺亮に似てるって杉谷さんの第一声それやった。いや似てないで、多分普通ちゃ、あの多分ね、一発目は似てるかもしれんけど、いやその言うたらもう俺とずっと一緒におったらマジで似てないと思う。もうほんま最初のパッと見は初対面とかやったら似てると思うかもしれんけど、あ、匂わしてる。ちょっと待って、栗原、え、栗原と付き合ってんのかな。あ、俺杉谷さんと同級生やで。あの杉谷さんに、え、同級生の友達少ないから増えた、よかったって言われた。杉谷さん91年の早生まれで、俺は1990年やから、言うたら浅村、則本、松葉、誰やと誰か言ってたら、今日少ないねんって。1990年のプロ野球選手って88年が強すぎて印象が。雪平さんに連絡先聞かれたら交換しますか。します。